ご準備にお時間をいただいておりますが、この後お二人の姉妹ユニットセラさんお二人ですね、ライブをしていただきます。お二人は甲府市を拠点に活動されています。去年ベストアルバムをリリースされ、今年はセカンドアルバムをリリースされたそうです。本日もこちらのアルバムをお持ちいただいているということで、興味のある方はぜひお問い合わせください。このお二人セラーとして活動されています。オリジナル曲はなんと140曲あるそうです。その140曲の中から主にライブ活動をされているということで、今日もですねお時間たっぷりございますので、しっかりとですねいろんな曲を演奏していただくことになっていますので、最後までお楽しみいただければと思います。またお二人の活動はブログ、フェイスブック、オフィシャルホームページなどでもご覧いただけますので、ぜひねそちらもご覧いただいて応援していただければと思います。さあ、もうこのテストの時点でなんとなく雰囲気が出てきましたよね。素晴らしい演奏をこの後ご覧いただけますので、どうぞお楽しみくださいませ。さあ、こちらのライブが終わりました。あとは午後3時よりお楽しみ抽選会でございます。お楽しみ抽選会は午後3時よりこちらライブステージにて行いますので、まずこちらも最後までお付き合いくださいませ。お邪魔したんですけれども、とてもねいいロケーションで、歌わせていただけるのがすごく楽しみでございます、ちょっと自己紹介したんですけれども、私が姉のともこです、いつもピアノとボーカルを担当してます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、横にいるのが妹のユミコです。いつもギターと、コーラスを担当してます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではまず1曲目に Kiss Me という新曲をお届けさせていただきたいと思います。この曲のサビでこうやってピースポーズをするので、もしよかったらぜひ真似していただけると嬉しいです。はい、先生ありがとうございます。いつも私雨女なんですけど、今日はめっちゃ天気がいい良かったです。はい、じゃあいきます。 Kiss Me お聴きください。
いい天気なので、この天気にぴったりな曲を、お届けしていきたいと思っております。続いてお届けする曲もオリジナル曲なんですけれども、ずっと言いたくてという曲を、お届けしたいと思います。そうですね、この曲本当に好きな人にこうストレートに思いを伝えたらいいなというすごく元気な、とても、軽快な曲でございます。この天気に負けないように元気に、お届けしたいと思います。ずっと言いたくて、素直にずっと言えなくて
けさせていただきました。私あの海が大好きなんですけど、私たち防府に住んでいまして、なかなかキララビーチに来る機会がなかったんですけどね、今度は夏の思い出作りにまた、こちらの方にもお邪魔したいと思います。とても綺麗な景色でなかなかこう野外でね演奏することがあるのですごく嬉しいです。ということで、今の曲もちょっと夏を意識して選んだ曲なんですけれども、今度の曲は歌詞の中に海が出てくる曲をお届けしたいと思います。トトっていう曲なんですけれども、ギリシャに猫がたくさん住んでいる島がありまして、そこをモチーフに作った曲でございます。で、この曲のそうですね、最後のあたりでこうギリシャの海がこう、ね、出てくるシーンとかあるんですけれどもね、今日はせっかく目の前があってね、こちらの海を眺めながら、トトという曲を届けていきたいと思います。私はトト姉ちゃんも流行ってますしちょっといいかなと思って、私たちはセラの中では、私たちセラの中で代表ありがとうございました。
とかお届けさせていただきました。もうやがやめっちゃ気持ちいいです、はい、ありがとうございます。ということで、そうですね、今日多分私たち大船に住んでいるので、やっぱりなかなかちょっと大野田で、こちらでね演奏させていただく機会があまりなかったんですけれども、初めての方もいらっしゃると思うので、カバー曲も、ちょっとお届けさせていただこうかなと思います。じゃあ私が最近すごくハマっている斉藤和義さんの歩いて帰ろうを、今から一曲歌ってみようかなと。
今年の5月にですね、セカンドアルバムを、リリースさせていただきました。さっき司会の方も、ね、紹介してくださったんですけれども、愛ってなんだろうというアルバムを、リリースして、1000円でなんと14曲も入っておりますので、ぜひもしよかったら声かけていただけると嬉しく思います。で、このアルバムの中でちょっと一番変わったタイトルの曲があるんですけれども、サラリーマンの歌という曲があります。で、この曲はね、ちょっと本当におっちょこちょいなサラリーマンが出てくる、まるで私みたいな、おっちょこちょいな、サラリーマンが出てきます。で、そのサラリーマンのこうお仕事で疲れて帰ってくるっていう曲なんですけれどもね、もしかしたら今日もね、ちょっと仕事で疲れ気味という方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、この曲を聴いてちょっとでも元気になっていただければと嬉しく思います。最近ハマっている部屋に、今からサラリーマンの歌をお届けしたいと思います。女性になりきって、お届けしたいと
今から出てくる女の人はちょっと後まで想像の世界で意外と僕なんだけどね。部屋のブラバーということでたくさん歌わせていただいております。いろんなことがあるかなと思うんですけど、やっぱり私は歌ってる時がすごくハッピーで、でこうやってね聞いてくださる方もいてすごく、嬉しく思います。こうやって今日もねこうやって聞きに来てくださってる皆さんの元にも、たくさんのハッピーが訪れるように、今からハッピーエブリデイという曲を、お届けしたいと思います。でこの曲、それ振り付けがあるんですけれども、サビのところで最初に Happy Every Day to You っていう振りがありまして、最初に前に出して、で前に戻して、最後に丸を作ります。はい、こういう振りがあるので、もしよかったらぜひ、真似していただけると嬉しいです。これも生でギター1本で、はい、お届けしたいと思います。それでは Happy Every Day をお聴きください。
るふりして、何でも許してくれるんだって。こんなにも幸せで、なんだか笑顔になれそうだよ。さあみんなで輪になって踊ろうよ。ハッピーエブリデイトゥーズ、時も時がいるから、ハッピーエブリデイフォーユー。その手伸ばして遠くへ、させていただきまして、今日はちょっと初めてこの場で